流氷だ流氷だ流氷だ雪が。おはようございます。おはようございます。戦場カメラマンみたいなの俺。本当だね。おはようございます。はい、はい、そんなわけで本日は流氷です。あるかな、どうかな。結構あったかいんだよね。ね、昨日今日と一応プラス予定ではあるんですけど、まあ、でもそれで全部解けるわけではないので、はい、あとは接岸してるかお気に入ってしまっているかだと思います。はい、はい、では行ってきましょう。行きます。さあ、はい、挑戦しますよ。いよいよ、はい、あそこに砕氷船があれがオルラ号、あれで氷を砕いていくわけですよ。重さでね、乗り上げて砕いていくらしいよ。テンション低くないですか。なんかちょっと小耳に挟んだんですけど、もうちょっとね、実は受付のお姉さんにね言われてしまったんですよね。はい、あの今日暖かいんですよ、昨日今日とプラスで、はい、南風ということは流氷に対して沖に向かって風なんですよね。ということで流氷沖に出すぎてないそうです。かわいそう。かわいそう。かわいそう。ここまで6時間も運転してきて、浩平くんかわいそう。でもうちらなんかまだマシよ。ん？道内から来てんだから。そうだね。道外から来ててこれの人もいるわけですから、ね。確かに確かに。おほっつく会を楽しみましょう。クリオネ探しに行こう。見えねえよ。さあ、挑戦しましょう。はい。せっかくだからおほっつく会楽しもう。久しぶりの船だね。だね。あのロンも飲んだし。大丈夫ですか？心に傷を負いました。しかもね、この砕氷船早めに来た方がいいですね。うん、そうだね。意外と席、通常の席少ない。そう、室内席が限られてて半分ぐらい特別席なんだよね。うん、特別席はプラス400円かかるらしく、だから我らは特別席にいます。席がなくて特別席に行かざるを得ないというね。だから出航時間のだいぶ前に来て並んどいた方がいいよね。ねえ、一応ね25分前ぐらいに着いたんだけど、30分前から乗船できるのね。そうそう、すごいね。やっぱ団体さんかなに負けた。なんかダダダダって乗船時間になったら一気に入ってた人がいて、多分バスがね、そのちゃんと30分前機関に着いて、やっぱりコーディネーターさんってさ、そのツアーの方にいい席に見てほしいと思ってそのために組むじゃない、うん、そうするとね、やっぱ油断すると負けちゃうね。こちらの選択肢としては外か特別席かです。なので特別席にしました。特別席も一応1人400円ということで、まあまあまあ、クリオネいるかな。クリオネ探そう。はい、窓からの風景は今港です。はーい、はい。出航です。出航です。もしかしたら、もしかしたら希望捨ててないあるかもしれない。一かけらぐらい急に風が変わってね、やってくるかもしれない。はぐれ流氷があるかもしれない。いやきっと本来これめちゃワクワクするシーンなんだろうな。はい、出航です。めちゃ暗い。こんなに暗い出航シーン今までなかったよな。ね。あーでも動画だとあの奥の方の白いの流氷っぽいわ。あったことにしようか。流氷だ。あ、流氷だ流氷だ。なんかアシカとかいないのかな。ね、アシカとかオットセイぐらい見たいね。クリオネだ。わかった。伝わった。皆さんにクリオネぐらいはお見せしようと思って。でかいね。世界最大級のクリオネ見つけることができたもん。大行クリオネ。暑い。ね。バカみたいにこんなに傍観してきて。可愛らしいじゃない、一生懸命傍観して。あのカモメはさ、流氷見たことあるのかな。飛んでいけるよ流氷まで。多分見てるよね。でしょうね。あ、見えますか皆さん。流氷発見。え、流氷だろう。流氷だ。え、流氷あるじゃん。え、流氷だよね。違う？ねえ。え、浮いてない？流氷。あれでいいよもう。あれで嬉しい。流氷だってなったら嬉しい。流氷見れましたね。流氷見れた。嬉しい。もう嬉しいよ。十分嬉しい。誰かあれ流氷だよって言ってほしい。流氷だよ。
流氷？流氷だよ。嬉しい、流氷。だって氷だもん。流れてる氷の中、流氷でしょ。そうだよね。水氷機から氷持ってこようかな。なんかさ、向こうに流氷に見えちゃうよね、あれ。なんか見える？水平線が流氷みたいに見えない？見えるかな？流氷みたいに。流氷が近づいてまいりましたので、ただいま流氷帯に向けてここに立っております。え、流氷がみんなの流氷がわずかな時間になると思いますが、流氷帯をここに立ちます。やった、やったやったやった。みんなの念が届いたんだ、きっと。なんかさ、あっちの方にさ、流氷っぽいなと俺今言ってたんだよね。気のせいかなって。あー、こうちゃん幻を見るようになってしまったんだなと思った。あれ、そうですよね、きっと。いや、そうですか。ええ、あれ流氷だったよ。流氷なの？あの陸みたいな。そう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 。え、すごい。俺さっきからあれ見えててさ。やだ、雨降ってる。え、すごい。見える？陸みたいだね。ねえ。え、嬉しい、嬉しい。やったね。みんなの念が届いた。流氷みたいな。すごい空気だったもんね。みんなの念が。流氷じゃん。すごい、すごい、すごい。すごいじゃん。ね、うん。え、外行く？外行きたいかもね。じゃあ行こうか。流氷だ、流氷だ。流氷だ。雪が。誰か乗ってない？え、誰か乗ってるよ。うん？え、なんか誰か乗ってるって。なんか誰か乗ってるように見えない。アシカいる？おお、本当だね。誰か乗ってるみたいに見えるね。見えるね。おお、すごいすごい、流氷だ。すごい、流氷だ。わあ、流氷だ。え、誰か乗ってるじゃん、やっぱ。え、乗ってるよね。何乗ってるの？流氷に上陸してる誰かなのか何かなのかいるよ。え、すごい。え、やばー、やばー、流氷だ、流氷だ。え、誰かいる、誰かいる。誰かいるよ。え、誰かいるよね、あれ。いるいる。誰？見えるかな、画面で。なんかいるよね、2匹ね。え、絶対誰かいるよね。え、アシカみたいな、いない。わあ、流氷だ、流氷だ。突入すると流氷に。え、すごい。すごいすごい、砕氷船だ。え、いっぱいいるじゃん、なんか流氷の上に。あ、鳥？鳥がいるの？いや、鳥じゃないでしょ、あれ。え、巨大な鳥みたいな、いない？巨大な鳥にも見えるけど、何あれ。流氷だ、流氷だ、流氷だ。砕氷してる、砕氷してる。すごいすごいすごい。おーおーおー、砕氷してる、砕氷してる、砕氷してる。うわー、すごいすごい、すごい、砕氷してるよ、流氷だ、流氷だ。やったー、すごい、すごいすごい。おー、うわー、すごい、すごい。流氷じゃん。やりましたね。やったー、嬉しい。もうダメだと思ってたから嬉しい。すごい、すごいね。おお、すごいすごいすごい。ね、すごくない？全くありませんって言われたのに。ね。あったー。そんなことあるんだね。おお、全然平気なんだね、やっぱ。え、青い、青い。咲いた。あ、砕いた、砕氷した。流氷ブルーだわ。ねえ、青いね。クリオネいるかな。クリオネまだ探してたの。もうエアロー流氷見れたから。そうですよね。おーおーおー、すごいすごい、わーすごい、わーすごい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 、うわー、これは砕氷しとるわ。これは乗れそうだね。うわー、すごいすごいすごい、うわー、すごい塊だ。うわー、迫力あるね。うれしい、テンション上がるね。いやー、来てよかったね。ね、来てよかったね。嬉しい。うわー、すごいすごい。うわー、この辺すごいじゃん、ね、まさに砕氷船だ、氷だらけで。嬉しい。嬉しいね。めっちゃ綺麗じゃない。ね、欲しいね、流氷1個。流氷欲しい。
って作戦だな、全くないとか言って、え、全くないとか言って作戦だな、ね、喜ばせるための作戦だな、さては3000でよかったのかしら。え、実はさ、1000円割引してもらってるじゃね、流氷ないからって言って。そうだ、あとで追加徴収されるかな。ねえ、バッチリ流氷見れたじゃん。バッチリだ、すごいすごい。いや、こんなことあんだね。じゃあ、あったかいし流氷も見れて今日はいいですね。ねえ、うん、もう来年のリベンジの予定を立てとったもんね、さっき船の中で。また運転してねって言ってたんだもんね。だけど見えたね。ねえ、あのさ、うん、あーって全面流氷なのすごいね。すごい、ちょこちょこあるんじゃなくて、こうね、見てる限り奥もずっとだもんね。ねえ、水平線も。いやー、これは嬉しいわ。嬉しい。寒くない？寒くない、興奮、大興奮してる。大興奮だ。いやー、でも見れてよかったわ。いやー、嬉しい。ねえ、水平ありがとうございます。ありがとうございます。まさに南極探検隊みたいな水着。南極料理人ね、大好きだから。バイバイ流氷。バイバイ。はい、というわけで、はい、見れましたね。見れました。めっちゃ楽しかったね。楽しかった。なんかさ、うん、今観光協会の方にちょっとお話を聞いてきたんですけど、うん、こういうこともあるらしいね。風向きによってこう時間ごとに来たり来なかったりってすごい動くんだね。今日も僕たちの乗った便以外は流氷ありになってたらしいよね、うん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 、だからちょうど戻ってくるところに勝ち合えたと。嬉しい。でも本当に最初はさ、見れませんのでキャンセルもできますよみたいなアナウンスだったもんね。そうそう、で乗るならもう完全にただ海の観光船になるから、あの通常の料金よりも割引しますっていう風に案内をされたんだよね。そう、でもそれでも見れるということもあるというのはいい情報ですよね。そう、だからそこでじゃあやめとくかってならなくてよかったね。乗っといてよかったね。乗ってみる価値はあるよね。いや、最初のさ、乗り始めた時のテンションさ、やばかった。海だねみたいな感じで結構落ち込んでたんだけど、でもみんながみんなね、多分落ち込んで乗ってたと思うんだけど、すごい空気だったもんね。そう、心に同じ傷を負ってね、乗ってたと思うんだけど、しかもこの風景も本当にただ海みたいな。そう、島もないし、何してるんだろう私たちはみたいな空気感漂ってたもんね。でもからの流氷がアナウンスが入って、船長さんかどうなったかわからないんですけど、アナウンスが入って、あの流氷がなんと見えてきましたと、ちょっと戻ってきましたと、あの流氷に向かって行きますみたいなアナウンスが入ったんだよね、はい、その時のみんなのテンションのバーンって。俺は船長さんに先に気づいてたけど、え、そうなんか、あの沖っていうか、あの水平線にあるの流氷しないってなって、もう幻覚が、流氷じゃないとまでは正直言ってなくて、見えないって言ってたから流氷に見えるんだけどな、あれ水平線なんかなとか言ってたら、急にアナウンスが出てたね。もうこうちゃん幻覚が見えるようになっちゃって、あーみたいな感じだったんだけど、浩平くんが正しかったね。はい、まさかのね。いや、嬉しかった。では保険として用意してあった流氷館に行きましょう。保険じゃないんですけど。あ、そう、普通に行きたかったんですけど。あ、そう、じゃあ行きたかったようなので行ってきます。行ってきます。まだ旅は続きます。保険だったんだ。あ、今流氷の中を潜っております。音がそれっぽい。かわいい、かわいい、くっついてる。あ、動いてるよ足で。変な足みたいなついてるね。ねえ、めっちゃかわいい。下に吸盤みたいなのがあるね。泳ぎ方がかわいいよね。俺生クリアでも初めて見たかもしれん。うん、そうだよね、見ることないよね。水族館で見たことあんのかな。見て、めっちゃ流されてる。ん、流されてる。流れがあんだね。あー、だってあー、一生懸命だね、みんな。泳ぐの下手すぎる。今度みんな上に上がってきた。本当だ。あ、そしてまた流されてくんだ。面白いね。そういう遊びなんか。かわいいもんだね、こうしてみると。かわいいよね。これで制御なの？制御？魚じゃないよ。何これ？なんか貝。貝なの？へえ。なんだったっけな、なんか正式名称がね、あるんだよね。おお。はい。
すごい濡れたタオルくれたね。ねえ。うわ、寒い。よいしょー。うわ、すごい。これで凍るかな。寒いね、やっぱここ。あ、でも凍ってきた。ほら。本当だ、本当だ。また凍った。え、俺もやらせて。待って待って待って。まだ足りない。ちゃんと凍らしたい。ね。いけ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 。無理やー。もう疲れてきている。体力がクリオネ並み。体力クリオネ、本当にね。クリオネより体力ないクリオネなの、一生懸命こういう。あ、できたじゃない？ほら。凍った？あ、凍ってる凍ってる。ほらほらほら。あ、ほらほらほら。よし。俺がもっとカチカチにしてやろう。また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 。ああ、真夏のチャンピオン。真冬だけどね。えげつなマフィックは。真冬の大粒めっちゃゴリゴリ流氷。ウェルカム流氷。すごい。あ、凍った？ああ、凍った凍った。凍った。ほら。すごいすごいすごい凍ったね。無事タオルが凍りました。ただ流氷ね。流氷なんだね。ね。はい。はい。というわけで。というわけで。流氷感も楽しかったね。楽しかった。ずっと来たくて、あのここに、ね、クリオネとその風船をとか団子をあの仲間がいるっていうのを知ってたので、どうしてもできなかった。あと念願のやりたいことリストにあった流氷も見ることができました。よかったね。たやりたいことリストまた一つクリアで。北海道にいながらもやっぱ遠いし見れるかわからないっていうね、自然のその気まぐれのところがあるね。なんか船に乗ってた人でさ、3度目の挑戦って人いたもんね。うん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 。ねえ、だから来ても見れない可能性はまあ自然のことだからあるんだけど、今回はね、もっと風力見ることができて、はい、偉大な自然を感じることができました。テンション上がったね。テンション上がった。いつかは南極へ。うん、南極へ。エッピフライちゃうねん、俺の南極への憧れはね。空よりも遠い場所で一緒に南極を感じたじゃないですか。いいよね、あのアニメ大好き。そのアニメを見てから南極行きたいから、そういう意味でもテンション上がったんですよ。今日でも絵面的には南極っぽかったからね。流氷と一緒に映ったらね。ではでは、はい、また6時間かけて帰りますか。よろしくお願いします。はい、私たちはここから北見へ行って、はい、北見焼きそばを食べて、北見オホーツク塩焼きそばですだそうです。はい、それを食べて帰りますんで、はい、では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 、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。6時間6時間